炊き出しをしながら皆さんが食べていただく姿を見たりしながら、そういうことをずっと思いながら、これで少しでも皆さんの心が明るくなれば、温かくなればなという思いでした。活動をこう振り返るのは、コープ大分の下村拓也さんです。今月11日、他の職員5人とともに石川県に派遣されました。能登半島では地割れが多発するなどしていて、車での移動は苦労したということです。こうしてたどり着いた能登町の避難所で2日間炊き出しを行い、鶏飯などを振る舞いました。距離なんか関係ないんだ、これからもその気持ちを持って、離れていても取り組めること、実際に行って取り組めること、そういった活動をコープ大分としてしていきたいなと思いました。コープ大分では昨夜から第2陣が炊き出しをしていて、現地での支援活動はあさってまで続ける予定です。